まずインターネット選挙、この解禁の PR としてですね、私たち総務省として動画コンテストを開催をしたいと、まあ、このように思います。まあ、すでにコンテストをやるということはお知らせをホームページ等でさせていただいておりますが、まあ、具体的なですね、内容をご報告したいと思います。まず60秒以内で動画を作っていただくということであります。でそれはドラマ風だったりミュージックビデオ風だったり、それからアニメでも結構ですし、構成演出は自由と、まあ、要するにネット選挙が解禁になると、まあ、こういう PR をとなる内容の動画をですね、募集するということであります。でこれには審査委員会を設けまして、まずは慶応大学の中村一也先生、それから社長島耕作シリーズのですね、広金健司さんですね、それから俳優の別所哲也さん、そしてタレントの中川翔子さん、最後にクリエイティブディレクターの原野盛弘さんと、これらの方々に一次審査という形で全国から寄せられたこの動画をピックアップしていただきます。でその中からですね、その選ばれたものを二次審査としてこれをサイトで公開して、これそれに対する一般の投票をいただこうと、そして二次審査の、まあ、いわば人気投票というか投票の最多投票を集めた作品を、まあ、総務大臣賞として最優秀賞にしたいと、それから審査員が選んだ数作品をですね、この、まあ、特別賞というか、まあ、優秀賞という形で選ぼうと思ってます。で作品の受付は本日からまあ、その内容をお示しいたしまして、6月10日の正午を締め切りにしたいと思ってます。で賞金は10万円、それと副賞を用意しております。で副賞については、今まだ詳細を申し上げませんが、いつもとちょっと違うんじゃないという、そういうですね、まあ、芸術性の高いものをまあ、お出ししようと、そういう世界で一つとかですね、まあ、そういうようなものをやりたいと思っています。そしてこの最優秀賞作品につきましては、総務省のホームページもちろんです、それから YouTube の総務省チャンネルというのがあります。それから全国のですね、例えば商店街ですとか街角にあるこうパブリックビューイングの大画面ですとか、いろいろですね、動画を紹介していただけるようなところ、まあ、ご希望があるところには どこにでも提供いたしますし、まあ、いろんなところへですね、で見られるようにしたいと、まあ、このように思っています。でこのインターネットの選挙が解禁になるわけでありますが、まあ、これは従来の新聞広告ですとかパンフレット、そういったものは当然のようにやってきますけども、まあ、ネットの選挙が解禁になるんですから、まあ、今までとは少し違ったですね、形でやりたいと思ってますし、私はこういう効果はこれまで以上と、しかしコストはこれまで以下と、まあ、こういうような形でできないのかということを模索したいということでいろいろと考えております。で今日は午後中村先生がですね、2時50分に私の部屋においでをいただきます。今回の、まあ、ご挨拶を兼ねてですね、お会いをすることになっておりますので、私の方からお願いしたんですが、お越しいただけるということでございますので、まあ、それも皆さんには冒頭まあ、このそこは公開をしたいと、まあ、このように思っています。それから、まあ、今後この審査員の方々からコメントいただいてですね、審査のポイントとか、自分だったらこういうところをチェックするとか、まあ、こういうような勘どころをですね、まあ、私との対談の中で、動画として編集して、それもホームページに載せていきたいと、まあ、こんなふうに思っております。共同通信の牧田ですけれども、ネット選挙運動の啓発動画の件で、まあ、いろいろアピールするポイントあると思うんですけど、大臣としては例えばネット選挙運動にどんな意義があって、どんなところを PR してほしいかというのと、これ見るとテーマは2つで、そのネット選挙運動で日本の政治はこう変わるっていうのと、ルールを守ってっていうのが2つ書かれてますけど、2つを取り入れなきゃいけないのか、まあ、あるいはこのうち一つでいいのか、どういう選択、そこは柔軟に考えていただければいいと思います。そしてネットのですね、選挙が解禁になって、
何が許されるようになるのかとか、そういうことはすでにいろいろと資料もあるわけです。ですから私は国民の皆さんに、ネット選挙というものを認識していただきたい、広く知ってもらいたいという意味において、国民参加の動画コンテストというものをやろうと思っているわけですので、その形式は自由であります。人情ものになったりですね、それからかっこいいものになったり、するかもしれませんが、いずれにしてもそれを通して選挙に参加しようと、そしてインターネットによるそういった活動もできるようになったんだと、こういうことがですね、広く国民の間に知っていただくようになれば、またそういう観点でいいなと思うものを選んでいただきたいと思いますから、まずは私たちがこういう枠の中に枠を設定してここに入ってくださいではなくて、国民の皆さんが考えるところの自由な発想でですね、こんな観点があるんじゃないかというのを出していただきたいと、このように思っています。